どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは名古屋グルメです。今回は名古屋名物でもあります台湾ラーメンのですねおすすめ3選を皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ名古屋に来られた際の参考にしていただければと思いますので早速見ていきましょう。それでは早速いきましょう。レッツゴー。まず最初に紹介いたしますのは愛知県は名古屋市北区にございますこちら台湾ラーメン光龍さんでございます。こちらのお店で作られている台湾ラーメンがもう絶品で近くの方々から特に愛されているそんな台湾ラーメンだと思っていただければと思います。この夜になりますと黄色く輝いているこちらの看板が非常に食欲をそそりますよね。そしてこちらのお店のメニューはご覧の通りとなっております。やはり名物の台湾ラーメンからこちらの麺類もご用意たくさん用意されております。そしてニンニクチャーハンはこちらの人気商品でございます。ピリ辛にもできるそうです。そして裏面を見ていきますとこのように一品メニューもずらりと並べられていてメニューがとても豊富ですよね。さらには隠れナンバーワンということでこのエビのピリ辛マヨネーズも非常に興味深いですね。そしてこちら卵とじラーメンも用意されています。そして今回紹介するこちらの台湾ラーメンはなんといっても香ばしい肉のミンチが売りのこの台湾ラーメンです。そして細麺が売りで縮れ麺のようですね。もう近づいてみますとふわりとこの台湾ラーメンのピリリとした辛さが非常に印象的でございました。まずはスープから一口いただいていきましょう。非常に飲みやすくとても美味しいこちらのスープいただきますがとても癖になりそうですね。次から次へとこちらのスープを飲んでしまいたいと思えるほどの美味しさです。ピリッとした辛さはそこまで感じなかったんですけれども食べるにつれてどんどん額に汗がかいてくるラーメンです。さあ麺もすすっていきますがこちらの麺非常にすすりやすくとても美味しいです。細麺だからとても食べやすくこちらのスープとの相性もとてもいいですね。このもちっとした食感もぜひ楽しんでいただければと思います。麺の方も少し固めに茹でられています。全体的のバランスを重視したこちらの台湾ラーメンとても美味しいのでぜひ光龍さんに足を運んでみてください。続いて紹介いたしますのはもはや説明が不要なぐらい名古屋の中でもトップクラスに超有名店でございますこの味仙さんが生み出す台湾ラーメンです。今回は JR 名古屋駅のうまいもん通り対抗口にございます味仙さんに訪れてみました。こちらはこの味仙さんのメニューとなっておりますがやはりこの中でもトップクラスに人気なのが名古屋名物元祖として位置づけられている台湾ラーメンです。こちらのお店で生まれた台湾ラーメン今や全国に名が馳せられるほどの人気商品となっております。さて注文をしました台湾ラーメンがこちらでございます。まずは麺からすすっていきましょう。1店舗目の光龍さんとは違って非常にもちもちとした食べ応えのある麺でございます。味仙さんの台湾ラーメンはピリリとした辛さが非常に印象的でございますので口の中に入れた瞬間にその辛さが口の中に広がるのも楽しむことができると思いますので辛いもの好きにはとてもたまらない一品だと思います。スープは鶏ガラスープとなっており、そしてその麺の上にですね、ひき肉、そして唐辛子、さらにはニラを炒めたものがどっさりと乗ったスタイルでございます。名古屋について台湾ラーメンを食べようと思った時に味仙さんは必ず候補の一つとしては入ってくると思います。名古屋に来たらやっぱり元祖の台湾ラーメンを食べたいという方には特におすすめだと思います。さらにはこの立地的なところも非常にいいと思います。名古屋駅の中にございますので、あ、台湾ラーメンを食べ忘れたなという方には特にこの味仙さんの台湾ラーメンはぜひ立ち寄って食べていただきたいと思います。そんな人におすすめの味仙さんの台湾ラーメン非常におすすめなので、ぜひこちらの動画を見られた方にはぜひ足を運んでいただきたいと思います。こちらのお店の営業時間も通し営業となっておりますので計画も立てやすいんではないかと思います。今回紹介した2つ目の台湾ラーメンは味仙さんの台湾ラーメンでございました。続いて紹介いたしますのは愛知県名古屋市西区にあります台湾ラーメン光陽さんの台湾ラーメンでございます。こちらのお店は地元民にも愛され続けており、なんと某テレビ番組にも紹介されていて、それ以降はすごい人気店でございます。さてこちらが光陽さんのメニューです。麺類はラーメンが650円、そして人気の台湾ラーメンが770円となっております。メニューの横についている赤い星マークというのは辛い料理の目印となっております。そしてご飯物はニンニクチャーハン、ピリ辛ニンニクチャーハン、麻婆飯が用意されており、スープ、そしてドリンクはご覧の通りとなっております。メニューを裏返ししていただきますと一品メニューのメニューが記載されております。餃子も用意されており、そして酢豚、麻婆豆腐といった中華料理の代表的なメニューも取り揃えております。そして揚げ物の方も小魚、エビ、カニ、鶏といった形のラインナップも取り揃えております。大
台湾ラーメンの方はお好みの辛さが調整できます。辛いものが苦手な方はアメリカン、そしてノーマル、そして最後は激辛といったラインナップでございます。5段階から選べますが、今回は普通のノーマルの辛さを選びました。そしてこちらのレンゲを使ってまずはスープを一口いただいていきましょう。スープを一口いただきましたが非常に美味しいです。とても飲みやすいという印象を抱きました。ですがピリッとした辛さはやはり台湾ラーメンの真骨頂ですよね。飲むたんびに口の中がヒリヒリしてくるぐらいの辛さでございます。普通でもやや辛いので注意してください。ラーメン紅葉さんの台湾ラーメンもとても美味しいので、ぜひおすすめしたいお店の一つです。そして今回は3つの台湾ラーメンを紹介しましたけれども、さらにもう一つ紹介したい台湾ラーメンのお店があります。それはこちら台湾ラーメンエラクさんです。今回は守山区にあります守山本店にお邪魔いたしました。こちらはこのお店の外観でございますけれども、赤を基調とした外観となっておりますので、どこか昔ながらのラーメン店を思いさせていただけます。そして営業時間はご覧の通りとなっております。平日は11時から14時50分、そして夜の時間帯は18時から24時までの営業となっております。そしてこちらが台湾ラーメンエラクさんが生み出す台湾ラーメンでございます。先に紹介をした3つの台湾ラーメンとどこか様子は異なりますけれども、非常にあっさりとしていて、なんとこちらのスープは26年間もの間受け継がれている秘伝のスープとのことです。それではスープを一口いただいていきましょう。伝統あるスープを一口いただきました。これまた飲みやすいスープでございます。ピリッとした辛さはさほど感じませんでしたので、これは辛いものが苦手な方にも食べていただける一品となっております。続いてはこちらの麺をいただいていきましょう。この麺はもちもちとしていて美味しく、食感も楽しんでいただけるかと思います。スープとよく絡み合っていて美味しいです。そしてこちらの麺の上に乗せられているトッピング類にも目を向けていきますと、もやしとニラはシャキシャキとした食感が残っていて美味しいです。そしてこのこちらの卵もなかなか粋ですよね。卓上にはニンニクが置いてありますので、ぜひこちらの台湾ラーメン途中まで食べていただいたら、ぜひ味の変化を楽しんでいただくためにニンニクを投入していただければと思います。よりパンチ力が増すと思います。そしてトッピングされているこちらのチャーシューもいただいていきましょう。こちらのチャーシューは肉肉しくてとても食べ応えがあるチャーシューに仕上がっておりました。そしてぜひ台湾ラーメンと一緒にチャーハンも注文してください。残ったスープにこちらを浸して食べていただくと、さらに美味しくいただけること間違いなしです。さて今回は名古屋を代表するグルメの一つでもあります台湾ラーメンおすすめ3選を皆さんに紹介してまいりました。どれもおすすめの台湾ラーメンとなっておりますので、ぜひ名古屋に来られた際の参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!